もう買ってくださいよ。全然制限しないからな。ビデオの方のあれも取って取れちゃってるじゃん。この間の撮影の時。また2位でしたね。すごいやん。すごいよ。ある意味、パッと見2位やれてんだもん。こんなすごいことないよ。うん、だって毎週毎週優勝争い楽しめてる、ね。まあ楽しんでるかどうかわかんないけど。いや、それはすごいよ。まあね、いいとこいますからね。だって一番優勝に近いプロじゃん、はい、っていうことじゃん。うん、で、俺あの調べたのよ、ジャムさんの2位。あ、そうそう、僕だって俺僕ツイートしてるんですよ。あ、そう。ツイートしてる、うん。で、俺が来てからしかわからないけど、はい、俺の記憶は2位が、はい、あの20回。ちょっと待って。で、俺優勝は。待って待って。じゃあ何ですか、優勝は何ですか。ジャムさん、俺が来てから優勝は、はい、33かな。おお。で、2位が20回、はい。あ、優勝より少ないですね、2位、意外に。意外に、だから、僕は予想は2位もっと多いと思った。あ、そう。はい、予想は。なんか、意外に結構僕来てから、2位が多い感じ気がして。僕来てから。どうなんだ、まあ、でも。要は2位になる前に勝っちゃってるってことだろ、優勝回数が多いってこと。まあまあね、うん、まあね。だからそれを多分セゴドンにみんな求めてコメントしてんだろうと思うけど、はい、いや2位あの蓮舫さんじゃないけどさ、はい、2位じゃダメなんですかっていうことだよね。いや2位だってすごいことだよ、ね。いや、そうですよね。オリンピックで言ったらシルバーだからね、うん、金メダルよ。そうですね、うん、2位になれない人間が優勝できるわけないんだからね。ましてや3日間の大会、まあね、4日間の大会なんてなったら、確かに実力なかったら、はい、あの最終的な順位が上にいないんだからさ、うん、でしかもね、最終日ちゃんとしっかりアンダーで回ってるしね。あのそうだよ、あのスコア的に言うと後半だけで4アンダー取ってんだからさ、はい、大したもんだよ。だから、まあ、ジャムさん最後の優勝が2002年って言われてんじゃん、はい、全日空って、はい、でもあの後もね、2010年ぐらいまで優勝争いしてんだから、ね、そうそうそうだよ。なんかわけのわかんない入っちゃったりとかさ、そういう。そうだよ、だってその翌年だってさ、全日空オープン、あの楊一とさ優勝争いしてて、18番もう勝ったと思った瞬間にさ、上の段から真ん中の段にスポーンって入れられて、ジャボさんボギー打って、そこで逆転負け食らったんだ。それ2位だよ。あのさ、あれは入んないですよね。あの、入んない。あのね、全日空のあの18番の傾斜は、あれテレビじゃ分かんないですもんね。あの、この結構な上からの。でもテレビでも分かるぐらいの傾斜だよ。上からでしょ。あれ上から真ん中出たでしょ。スリーパッドだって。全然スリーパッド。で、しかもその翌週のアコムインターナショナル、アコムインターナショナルだったかな。あれだって。石岡でしょ。そう。あれプレーオフやってさ、あの、倉本さんがその初日に61から62、なんか59かコースレコードですよね、出した時にさ、はい、いやプレーオフしてるんだよ最終日、はい、ジャンボさんまくって、はい、ジャンボさん、倉本さん、宮本止め、はい、でそれがさ、笑っちゃうのがさ、プレーオフでさ、あ、石岡の18番よ。知ってますよ、石岡18番知ってますよ。僕マンデーで出させてもらってたんだから、石岡。あ、そうなん。そうですよ。あ、こうで、その時にさ、もうあのジャムさんドライバーでかっ飛ばして、はい、もう140ぐらいよ、ピンまで、はい、で、結構飛んでる。で、倉本さん、ファイブアイアン打ってんだから、はい、まあ、宮本は右のドンバイしかいないけど、ただ、倉本さんがさ、打ったらさ、はい、まあ、ピンかぶったんだけど、はい、奥10メーターなの。だから、やばいね、上からやばい。右のバンカーの上のピンで、うん、奥、まあ、10メーターないぐらい、8メーターぐらい、はい、そしたら、ギャラリーがドカーンってなっちゃって、うわーってなっちゃって、近くないのにね。近くないのに、あ、スリーパッドあるようなパッティングラインなのに。そしたらもうジャンボさんとさ、あのキャディやってた藤井さんがもう OK ついたと思って勘違いしちゃって、うわ、勝負かけなきゃいけねえなぐらいの番手短いので勝負かけいっちゃって、右のバンカー手前で、いや、そんな遠い遠いって やってんだよ。いや、わかんねえよ、そんなの。あんだけ、あの時はギャラリーすごかったな。人多いかったですもんね、うん、本当。だから2位がね、20回ぐらいあるんで。瀬古堂のなんかこういう2位じゃなくて、ジャムさんの2位ってなんかそういうなんかトリッキーな2位ですね。トリッキーだから、どっちかっていったらトップにいて、なんかドカーンってやられたみたいな。ああ
要はさ、あのヨネックスじゃないか、重建産業違うな、はい、広島の八本松でやってたやつ、はい、あれだって、はい、広島俺その当時行ってた時、はい、5年連続優勝だったよ広島行くとジャンプさん勝つねみたいな、そんな状況だった年々勝ってんの、いつだったかな、99年だか2000年の時かな、要はトップで上がってきたんじゃん、はいはい、で、あ、これもまた勝ったかなと思ったら深堀選手が最後16、17、18バーディーバーディーバーディーやったね、はい、いや俺ね、知らないですけど、なんか難しいイメージ、バーディーバーディーはあっても、バーディーバーディーバーディーはないと思ってたんで、はいはい、3連続バーディーかまされて、でもうジャンボさんもやる気なくなっちゃって、こーってなっちゃって、つかんやつだとか始まっちゃって、で、プレーオフやって、人をオルムで負けたとかね。ちょっと待って、結構プレーオフ負けてません？いや、そんなことない。もうたまたまだから、その2位の、2位のプレーオフではたまたま言ってるだけで。そうそうそう。まあでもプレーオフで負けるのと、まあ普通の2位で終わるのでまたちょっと違うけど、雰囲気違うけど、まあでも2位が20回ちょうどあった、俺が来てからね、なんかいそっか20回か、うん、まあでも瀬古丼のやつはね、全然焦る必要もないだろうし、やることやっての2位だし、落としてないから、そうですよね、そうなんですよ、うん、いや去年ぐらいまでは優勝争いしてて最終日パープレーで伸ばせなかったとかっていうのあったけど、うん、もう今年入ってから全然最終日伸ばしてんな、そうですよね、うん、でなんかショートゲームが軍団のプロはみたいなこと言うんだけど、はい、いやいや、あそこのねトップのね、はい、レギュラーツアーで、ね、やってる女子でね、はい、アプローチパターが下手な人間は上来れないから。本当ですよね。みんなさ、ショートゲーム、ショートゲームって言うけど、はい、古江選手が2週連続勝ったっていうのは、古江選手はショットも良くて、うん、パターも良かったんだ。良かったですね。だから、パターがその差だとは思うよ、あの時はね。はい、でも、トータルしたら17アンダー2桁いってるわけだから。はい、2人だけだから2桁いってる。そうですね。だから下手じゃないからね。みんなそういうコメントしてるんだけど、それはショートゲーム下手なプロ、上でやってるプロいないから。プロになれないしね。それもね、ちょっとこう2位の動画の中に入れときたくて。あ、だからスタッツとかも出るじゃないですか。ショットのスタッツと、うん、あとパターのスタッツって、うん、でその何でしたっけ、パーセンテージ見るとパターがなんかダメみたいに。ダメっていうか数値低いわけじゃないですか、セコンドの。でもあれも説明しないと、うん、バーディートライの数が違うって言わないとほとんど持ってるんだもん。それはね、ほとんど持ってる。パター戦やってるみたいなもんよ、俺と小暮が。そのパット数みたいなもんだよね、はい、だからまあ30カット以内に抑えられたら、セコンドなんかやっぱショットメーカーだから、そう抑えられたらそれはアンダーパーだし、うん、アンダーっていうかまあ60台に行くだろうしね、はい、そういうね、そのショットとの噛み合いでパット数も見た方がいいよってことだよね。そう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 、あんだけショットがいいんだから、それは バーディートライの数が多くて、それは、うん、入らない数も多くなるから、うん、だから僕のあれですよ、いい例言うと僕ですよ、僕多分パッティングすごいよ、グリーン乗んないから、乗ったらバーディーだから。いや違う、バーディーチャンスついたら入らなくて10メーターについたら入るっていうトリッキーなパッティングスタイルだもんねやめてくださいよ、その分析がそういうね、だからまあ見ては週末のたんび俺ら楽しめるんだ、もううん、 ZOZO も見たかったけど、まあ ZOZO はもうなんか前半ずっと見てたらもう、はい、松山の流れだなと思って一回追いつかれてるんですよ。知ってる知ってる、9番でそうそうそう、なんか9番から10番で追いつかれてるんだよね、はい、でもやっぱりちょっと あれが違うもん松山は、まあね、うん、ということで2位の話をちょっとしてみたいということでねでもあれですよね、2位になった時帰りの車とか飛行機負け方次第、負け方次第、うん、まくっていった2位はさ、その要は先週のね瀬古丼みたいにこうやって前の組でまくっていって追いつかなかったっていう2位と、はい、プレーオフして負けた2位ね、はい、でトップに3日目終わってトップにいて、そこから
崩してとか追いつかれての2位はちょっと雰囲気やばいけど、やばいでしょうね、うん、まあ、だからそれはもう数々の勝ちパターンはジャンボさん持ってるからね、負けパターンもそれあるよ。そうっすね。そうっすね。そりゃそうだよ。だからまあ、2位の数数えても多分、100近くあるんじゃないの全部で。だから俺が来てから優勝33回で、2位が20回あるんだから、はい、それだけで50試合でワンツーフィニッシュよ。そうっすね。アイルトン・セナとナイジェル・マンセルぐらいな感じよ。古いワイフ版出しちゃうけど。ね、マクラーレンね、そう、俺こんだけ喋ってて取れてなかったパターン、もう待ってるよ。そっか50試合ね年間、うん、そっか確かに、そしたらほぼ優勝争いだって、そっかそっか、しかもジャンボさん試合総試合、まあ後半ね、もう後半の方になってきたら、うん、あれ危険とか多かったけど、はい、出た試合どのくらいなんだろう、あのさ、はい、大阪読売でさ、はい、あれやったじゃん、1500試合、あー、はいはいはい、出場の、はいはい、あれ何年前、何年の時だ、あれまだ佐野木さんでしたね、あれ藤井さん、いや、あれお前だろ、俺それでもうジャンボさん1500試合 の、 そのパーティーなんか出ねえとかっつってさ、はい、バーって車の中に杉原さん飛び込んできたじゃん、正面にこうやってジャンボ帰るなって杉原さんやってたじゃん、あれ僕でしたっけ、いやお前記憶あんだろそれ、あるあるけど、お前多分マンデーかなんか行って落ちたからそのまま残っとけっていうやつじゃないの。多分そういうやつかもしんない、それかもしんない、多分そうだと思うよ、そうあれ何年、まだお前ってプロでやってたってこと、だからもう15年ぐらい前、2000有馬温泉、有馬温泉にいたんですよ。そうそうそう、2010年ぐらいってこと、そうありましたね、もう10年、まあ2005年とか、あの時1500試合だから、あでもだから1500試合出て、はい、優勝が113あって、まあ2位はだから分かんないけど、はいはい、そのくらいあるってことだから、だ勝率的に言ったらすごいことよ、確かに、だって成績見て昔の成績見れるじゃないですか、うん、半分勝ってましたもんね、17試合ぐらい出て、ああだから前は8戦7勝とかやってたからね、90年代だね、95年か6年じゃないかな、まあ2位の話はこの辺にしようか、2位の話ね、俺ら全国でないね、まだ2位ね、向こうありますよ、何でパーゴルフ去年の2位だったな、あれ2位だった、2位だった、2位だった、へえ、でもねその2位も悔しい2位じゃなくて、最後社長が川田の18番の手前ピンのフックライン、あれ外したら出てっちゃうやつ、あれ入れてるで、2位だった、それ2位だった、そう、よし、じゃあ2位の話でしたっていうことだね、はい。